ラジオ初心者マークがついた副キャップマサのコーナー、マサの記事。譲れないもの、こだわりの品、大好きこそ大切にしたい。こんなところからもヒントはつかめるかもしれませんよ。はい、今日のマサの記事はなんとマサの話ではございません。え、なんと我らが狼カミさんのお話です。おかしい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 、待ってた。はい、うん、キリンさんお付き合いして実はまだ半年なんですけれども、うん、もうですね、何でしょう、もう何十年もお知り合いのように分かった感覚になってみたと思ったらまだ急に 2,3 回しか会ったことがないように分かんなくなったりとか、裏切られる、ね、ミステリアスこの上ない、うん、あのね、そう、うん、調子こいててこう近づいてると時々ミステリアスそうですよ。でそんなキリンさんの特徴、一つだけ僕分かったんです。これは間違いないだろうなっていうこと、うん、それがですね、朝の基地から見たのね。そうです、それがですね、いろんなものの区別がつかない。何それ。例えば簡単なところで行くとですね、スコーンとマフィンの区別がつかない。すごいな、あと明後日の話をしてるのに明日だと思うんだけども、というわけで今日はですね、あのもうこちらにちょっとまとめさせていただきました。また持ってきましたよ、得意のこれを。私だけ写真撮られたっけ、はい、どうしよう、まあ、写真はちょっと出てこないんですけども、今日は題してこれです。そんなの作るか。どうでしょう、本当にあった区別がつかない話、特別に面白い、本当にあった区別がつかない話。まずいきますよ、こちらからですね。まず、はい、八丁堀と人形の話をつきますよ。これはね、はい、はい、これはもう皆さんだいぶ被害に遭われてそうですね。これはね、あのクリスタルキッティの、はい、撮影のスタジオがね、これ八丁堀にあるんですが、はい、これがね、八丁堀って言ってるのに、なんで人形町行ったの、人形町着いたんだけど出口がわからないとかね、はい、出てからさ、あれどこの国に来てたの、うん、しかもひどいのは、1回八丁堀に来て数回の撮影をこなした後に、はい、また人形町に行こうとする。そうですね、そうですね、何が一緒なのかとか、まあ日比谷線かなっていうかろうじて、そうそう、はい、次がこちらですね、台湾と香港の話です。すごいですよ、台湾の魅力について15分ぐらいすごい語られた結果ですね、あれ私台湾行ったことないって始まりまして、結局香港だったという話ですね。びっくりしましたけど、あとですね、こんなのがちょっと変わったところで、この Facebook メッセージのこの指のスタンプを自分が送ったか区別がつかない、こんな出来事があったんですよね。あの2人でメッセージやり取りしてた時に指のスタンプをキリンさんが送ってきて、で私この指のスタンプあんまり好きじゃないっていう、あるある、俺もそう、自分で押しときながら、そうだ、ね、で僕もあんまり好きじゃないですよなんて言ってたら、またキリンさんが指のスタンプを送ってきたんですよ。嫌がらせかなと思ったら、今度やめなさいって怒り出してるんです、メッセージに。いや僕送ってないですってみたいな。あれ、それで俺の時はね、消してとかって、それとか消せと思う。そう、あとこれもありますね。はい、次はビッグカメラとかこういう区別がつきません。はい、ビッグカメラに行ってるのに山田電機だと思って、ポイントカードをレジの前にドヤ顔で置いていると。で、なんかですね、ドンキホーテも区別つかなかったんですよ。結局、ヤマダ電機だと思って出してたと思ったポイントカード、ドンキホーテのポイントカードで、ずっとこう、ドヤ顔してるわけですね。レジです。すごいですね。で、まあ、最後これですね。アルファベットで書いた時の松と松の区別つかなかったんですよ。ちょっとね、マスとマサって書いても読むときはマサとマスとか、オープニングでね、あれ、こんな感じで、あのこれだけはそうですね、キリンさんのですね、この半年のお付き合いで確実に言えるんじゃないかなという。私このコーナー引退する。もう7月から出ない。いや、ね、前回誕生日お祝いしてもらったって何なんですけど。あそこに行きたい。それは困るんだよね。それはそれで僕ら困るんですよ。そうだって僕の笑いはもう意外と個性的なんだね、私。あれですか。B 型なのに普通だなと思ってたんですよね。いや、僕ビルタで3人集まってますから、とんでもないあれなんですけど、ね、こう人
人っ子だし。そうなんですよね。そう、一人遊び、一人想像力がとても豊かなね、3人ですけれども、ね、あんなことやってて忙しいんだな、あいつ。こいつ仕事忙しいとか言ってるけど、家族作ったりする時間があるんですよ。そこは一応ね、プロまでいかないですけども、あれですから、今度も15分ぐらいちょちょっとやっちゃいます。そうだね。あ、でもね、このね、欠けてる部分があるからこそ、とっても気にせがね、ごめんごめん。はい、今後もあの誰かを犠牲にしてもらえるって言ってますね。はい、あのこれ以上ね、このコーナーやると私たちまだまだあのラジオ業界で生きていきたいので、はい、これぐらいにしたいかなと思っています。今日は、はい、マサの基地から見たキリンさんでした。マサのコーナーでした。はい、じゃあマサから曲いきましょうか。はい、今日の曲目はマーキュリーレブゴッテソンアハイウェイです。あ、もう参った。面白い。最高です。